皆さん、こんにちは。みつあめだよ。今日もね、実写なんだけど、購入したものがね、一つ、最近あるので、そちらを紹介していきたいと思います。てき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 てじゃーん。任天堂ドリーム2024年4月号でーす。ちょっとゴム取るわ。パッと見の表紙で見てお分かりだと思うんですけど、今日スプラトゥーン3で配信が開始されたエキスパンションパスハイカラシティサイドオーダー新章開幕が特集だよね、きっと。なんですが、それも目的ではあるよ、買った。なんだけど、ここ見てここ。特典、付録、特別付録特典1、ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム、アートボードゼルダの伝説アートボードがついてるんです。まあ、ちなみに2つ目はポケットモンスタースカーレットバイオレットのビーニポスターらしいです。なんかね、ここに特別特価1280円って書いてあるから、いつもより高いのかな、どうなんでしょうか、わからないけどね。ちょっと開けてみましょう。ただまあ買うものなんでね、中身をすごい紹介するっていうわけにはいかないかなと思うんだけど、あ、最初にビーニポスターが入ってた。あ、見えた見えた、アートボードがね。プリンセスピーチもさ、買ってやりたいなと思ってるんだけど、それの特集もありますね、プリンセスピーチの。あ、マザー30周年とか。あ、ゼルダもちょっと乗ってる。ハイラルで見るいろいろな絆。なるほどね。まあちょっと中身はね、皆さん買っていただいて、ちょっと付録を見ていきましょう。まずはビーニポスター。あ、裏表だ。こっちはユニコーンオーバーロードっていうゲームだ。これどこまで映ってるんだろう。で、裏がポケモンだ。おお、何このポケモン、なんか伝説のポケモンなのかな、ゼロの秘宝の。そしてこちら、これがアートボードだ、勇者のアートボード。新しい。いつもだいたいさ、こういうのってパッケージの絵を採用してるものがほぼだったけど、これまでなんかちょっとまあ下敷きっぽい感じで、ちょっとこう折れ曲がりはしそうだけど、飾るか。どんどん私の部屋の壁がゼルダで埋まっていくんですけれども、まだまだ壁はありますからね。空島のどっかでリンクが立ってるんだな、これ。ラウルとソニア王国創設愛の巡礼記とか書いてあるよ。やば、私がまだ見てない話じゃないこれ。あ、ダメだ、まだだ、まだ読んではいけないところがある。笹野アンドフィネちゃんも、笹野くんとフィネちゃんの話もちょっとだけ載ってたりするわ。ナイスコンビにも注目って、あ、なんか面白い。私的には普通にこのね、エキスパンションパスが書いてあるのかなと思ったけど、ティアキンのこともまあまあ書いてありますね。ちょっとしたコーナー、数ページあります。結構ね、マイナーなとこも、ロダンテ&ロレルとかさ、パッと見、私は見れば分かったけど、メルエナ&プラトとかさ、名前言って顔とか浮かぶ人いるのかな。めちゃくちゃそれティアキンマニアですね、その人は。そう、だからこのアートボード買ったよっていうのはをみんなに見せたくて今日は撮りましたけど、多分 2,3 分で終わるんじゃないこの動画、本当に。って聞いて、今度あのコログのお人形がね、2月29日に発売らしいんだけど、それはもう予約をしてあるので、またそれが届いたら実写を撮りたいと思います。はい、こちらでございました。綺麗なイラストだよ。リンクが遺跡の上に立って空島でなんかどっかを見てると。まあ、もしかしたらちょっとテカっちゃってたかもしれないけど、それはごめん。じゃあまたね、バイバイ。動画と、あ、させ、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。配信とか動画もね、結構やってるので遊びに来てください。バイバーイ。